こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビターを始めていきましょう。というわけで、今回はジャパンカップの準々決勝です。キャピタル東京戦にですね、強いです。そのキャピタル東京戦、1勝1敗で1敗ですね。もちろん、ここ、上に上がりたいので、ベストメンバーで挑みたいと思います。その前に、練習試合、やります。練習試合が、ヒラリーを入れよう、マドカとかあって、サイも入れとこうかな。ミオに変えてセツコ入れましょう。萌えに変えてジャネットを入れましょう。みゆきに変えてカナを入れましょう。まなみに変えて、ただまなみもいいんですよね。結構守備陣はみんないい。ごめんなさい。リオかな。ヒーパー拾おうか。あえてくるみは残して、エリカは外す。さ、3トップですか。練習試合です。さあ、キックオフ。くるみ、これさすがの力、横に出します。さよ、続かない。ひらりが取ってあげて、飛び込んでいけない。さすが3位です。速攻です。先取点取られてしまいました。伊崎、弥生、弥生も欲しいですね。まあ4人いますからね、今ね。2人いればまあ十分です。あっと、また、ひよた越えられてしまった。2点目取られてしまった。不安の残る仕上がりですね。ちょっと選手交代です。7個いたんだ。いや、7個じゃないんですよね。ヤンを入れます。さあ、テテパス。おっと、と入ってしまった。さあ、ここ、コーナーキックになります。奄美。1点は取ってほしいところ。ひらり。いや、うまい。くるみ入った。1点返しました。これは良かった。左からヤンへ横パス。さらにすぐにくるみへ。ナイス。と相手にパスしてしまったような感じになった。ラメル早い。ここは正面でした。リオ変えてみましょう。おっと、くるみが取った。奪い取ったが、ここはキープされてしまった。これで試合終了でしょうか。2対1、敗れ去りました。シュート1本だけだったんですよね。最近、シュートまで持ち込めない展開が増えております。はい、というわけで4つの課題をいただきました。いよいよ本戦ですね。絶対勝つ。残念ながら緑が出てこれないんですよね。出てこられないんですが、頑張りたいと思います。美穂、まなみと入れ替えよう。キャンもなかなかいいからな、ヒラリー。最後かな、ななみを7個をあげましょう。さつき、さつきもちょっと落ちるんですよね。さちこの方が面白いぐらい。非常にこの辺は悩みます。さあ、これで、切ってみましょうか。カナをあげますか。さあ、ややゾーンをしてワントップなので、この選手だけ狙います。点を取られないようにするってことですよね。さあ、こちらアウェーっていうか、アウェーとか関係ないですね。十勝なんで、やっぱり不利じゃないかなと思われてますよね。それは仕方ないです。結果が全てですからね。スタートです。おっと、先取点だ。やりましたね、最初から。まどか、あやか。このパスが見事、エリカが決めました、先取点は。さて、これでチャンスだが、さあ、ここ気をつけないといけないよ。外に出しました。おーっと、同点に追いつかれました。イゴール。日野が。チャンス。硬いです。なかなか硬い。さあ、イゴール。1対1になって、うわー、勝ち越された。ちょっと危ない。さあ、ここはもう引き離されないようにしないといけない。くるみ、空中戦。そのくるみを回り。結構高いですよね。と、うまく防ぎました。さあ、今度は相手のですね。おっと、直前危なかった。さあ、まだ交代時じゃないですよね。くるみとエリカだけ入れ替えましょう。おっと、勝ち越しじゃない、同点だ。見事です。白熱した試合になりましたね。さよ、まどかか、最後またエリカが。くるみじゃなくてエリカが2点ですよ。さあ、ちょっとこれ巻き込まれすぎなんじゃないかな。52分。イゴールが強引に防げばチャンスあります。綾香、くるみから、ここ、空白の、まどかーと、60分過ぎました。あーっと、これはやばい。イゴールに抜かれた。危ない。さあ、これはコーナーキックです。国分。翼にイゴールが。白熱ですね。まなみとチェンジです。中盤は、さつきやん、クラリスと言いますが、さつきですね、やっぱりここは、きっちり決めていきましょう。エリカお疲れさんですね、ユーナに変えます。さあ、これで交代枠使い切りました。くるみ抜けた、さーっと、くるみへのマークがきつい。そしてイゴール。あやか、ナイス。ここはファウルですか。さあ、結構ゴールに近い力のフリーキックになるが、国分。イゴールをみんなで止めに行きますね。すごい熱い展開だ。さあ、1点取って勝ち切りたい。あやか、さあ、ここは、通らないパスが。おっと、日野のこのスーパープレイ。一進一退ですね。イゴールに捉えてしまいました。あーと、ここ気をつけないとイゴールに。あーっと。つくや、うわ、これは辛い。最後の、最後で。結局イゴールがフリーになってしまいましたね。さあ、アディショナルタイムは1分ですぐ終わってしまいました。敗退です。先制は我がクラワンカリバーズでした。ミオからエリカ。この、私は見事でしたね。さあ、どんどん攻撃していきます。前半23分に、このフリースローインから合わせた日野のヘッドで同点に追いつかれる。さらに33分、日野のイゴールに渡って、ここイゴールがきっちり、こちらの守備陣をすり抜けて、ゴールを決めました。その後チャンスは続くんですが、この相手チームの防御。さあ、これすごいですよ。サヨが取って、窓かいつないで、サヨからさらにエリカへ。それから比較的試合は膠着状態。このイゴールを強引に持っていく感すごいですよね。そしてまたイゴール。これフリーになって、終わったかなと思ったんですが、キーパーに当たって、外に出ました。ここの大激戦、大混戦。国分、フリーキックですが、この壁に阻まれます。結局ですね、この試合を決めたのはこの一打。ワイズマンに渡って、守備の戻りが間に合いません。イゴールに軽々渡って、簡単にシュートを決められてしまいました。シュート本数15本も決められてるんですよ。枠内10本って、かなり相手を押された上に敗れ去りました。はい、これで、残念ながら、準々決勝までとなりました。今残っているのは浅草サンダーボルト、武蔵野ホーネッツ、エルドラド、欧州、キャピタル、東京の4チーム。どちらも強豪チームですよね。ということで、今年の戦いもあとはもう公式戦最終戦を残すのみとなりましたね。緑が怪我から復帰、一周早かったかなとは思いますが、はい、というわけで残念ながら今年のジャパンカップの戦いはここまでです。あと、日程はということで22節を残すのみということで、これが終わりましたら練習試合で、引き続き鍛えていきたいと思います。はい、というわけで、ドリブル練習をしている姿を見ながらお別れしたいと思います。ぜひぜひ、まだされてらっしゃらない方、チャンネル登録をお願いいたします。この動画最後の20秒で、関連動画、動画プレイリスト表示されます。よろしければアクセスしていただければ嬉しいです。また説明欄に書かれているブログ、ツイッターもよろしければ見てください。はい、というわけで、また次回よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。